皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートでイカを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にイカと光と丸の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちらの目の部分は後ほど切り離して使っていきます。こちら使いやすいようにカットしておきます。それでは背景から塗っていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。水色や青色、黄色や茶色、クリーム色などを削っています。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。背景を塗ることができましたら、イカの型を合わせて動かないようにテープで固定します。続いて内側の色を消しゴムで消していきます。ある程度色を消すことができましたら、内側にパレットから色を取って塗っていきます。消しゴムでツヤを入れていきます。目の部分を切り抜いて、そのままの状態で下の色を消しています。で、続いて背景の好きなところに丸と光の型を合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。色鉛筆で細かい部分を描いていきます。続いて黒ペンで目を描いていきます。続いて白ペンで艶と光を入れていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでイカの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。